学生服、学ランは、日本の学生、生徒が着用することを目的に規定された服の中で、男子向けの、主に爪を用いたともぎれ上下の衣服である。市川中学校、高等学校の制服、中央の制服が、学生服にあたる。富山の学ラン着用生徒学生服は、講義には、学校の制服、標準服として定められたり、また、学生、 生徒向けのフォーマルウェアである衣服を意味するが、競技には、そのうちでも、特に、爪襟、滑つ襟のともぎれ上下で、男子生徒、学生用の衣服を指す。本校では主に、校舎のものについて記述する。なお、ごく一部にオリ折り襟や、解禁対来入りの学生服を採用する学校も、存在するが、現在、通常の用法としては、爪襟という言葉に、折り襟や、 その他の形式は含まれず、もっぱら立英里のみを指す用語として用いられる例が多いため、以下の文中では特に記載のない限り、単に詰め襟と記述する。下記には、上着を用いず、主に白地のシャツのみとされることが多く、ズボンスラックスも生地が薄く通気性に優れた夏用のものがある。春や秋の衣替え器は、ベストやカーディガン等を温度調節に着る場合も多い。 主要生産地は岡山県倉敷市小島地区。学生服メーカーが集中し、日本国内生産量の7割を占める。全国で詰め襟学生服の採用率は2000年代中盤で、高校で約2割、中学校で約7割とのデータがある。色は黒色、または濃紺で文字のものが圧倒的に多いが、学校によっては群青色、灰色、 緑色、シャドーストライプなどのオールが入った生地などが使われる場合もある。また、コスプレ用やイベントの衣装用等として、赤や白、柄物の学生服も少数ではあるが生産されている。素材は、ウールやポリエステルや、その梱包が主で、ブラジは、総裏のものと背抜きのものがある。また、戦前の夏服には、木綿やスフなどが用いられることもあった。かつては、 純毛のサージ式が大半であったが、現在ではカシドスと呼ばれる目の細かい織りのものが増えてきており、夏用のズボンには平織りの生地が使われることもある。規制の変形学生服の多くは、ポリエステル100%のカシドスである。前合わせは5つボタンが一般的であるが、7つボタンのものや、ホックやファスナーで止めるタイプもある。袖ボタンは2個が基本だが、1個や3個。 ボタンなしを標準とする学校もある。また袖口やポケットなどにステッチや蛇腹のパイピングをあしらう例もあり、バリエーションは数多い。ボタンは金色の場合が多いが、学校によっては銀色や黒色が用いられることもあり、交渉など独自の衣装が配されるのが通例である。ただし、公立中学校の一部では、 汎用の硬貨模様のボタンで代用される例もしばしば見られる。爪入りタイプの男子学生服は学ランとも呼ばれる。学ランのランはオランダのランを指し、江戸時代に洋服をラン服と呼んでいたことに由来するという説がある。つまり、五服に対してのラン服として、ラン学同様鎖国中はオランダが、西意すべてを代表する名前となっていたためである。 その後、因語として生き続けた後、昭和50年代に漫画で学ランと称したことによって、再び世間に広まり、一般的な故障となっている。1980年代前半頃、学ランは、長乱などの変形学生服を指す、限定的な用語として使用することもあったが、現在は、爪襟の学生服全般を指す、東京帝国大学を卒業する1916年頃の、 第四次、新市長のメンバー。和服姿の松岡譲を除き、久米正夫、芥川龍之介、成瀬正一の三人は、学生服に格帽を着用している。詰入りの学校制服としては、工部省工学寮や札幌農学校で、1873年頃に定められたものが最初期のものに数えられるが、特に工学寮の場合、制服は環球品であった。 近代化が始まったばかりで、洋服はじめ西洋の生活様式が新規だった時期における開花政策の一つの試みといえよう。なお、高額料の制服の形式だが、当時の生徒写真や卒業生の証言によると、紺色のラシャ仕立てで両胸部に膝を設け、腰部にベルトをつけたノーフォークジャケットに近い立襟の服で、付随する性暴はグレンガリーボーであった。 これらの学校の他には、学習院が1879年に複製を定めているが、現在の学校に広く通じる学生服の起源は、東京帝国大学が1886年に定めた制服とされる。同年、文部省通達により高等市範学校でも詰め入り型学生服が採用された。その後、市販、中学、高等中学、帝大、 大学などでも採用し始められた。記事は、ラシャやサージ、色は、冬服は、当時の軍服に習った黒、または、紺色、夏服は白、または、霜降りが主流で、ボタン止めあるいは、海軍士官型の蛇腹北式いずれかの形式であった。しかし当時はまだ着物が、主流の時代であり、高価な学生服は、明治時代大正初期頃までは、都市部を除いて、 あまり普及せず、和服に下駄姿で風呂敷を持ち、学生帽をかぶるというのが、一般学生の典型的なスタイルであった。例えば、石橋炭山は改装期の中で、明治末期の学生生活を振り返っているが、裕福なものが多く通っていたと思われる、東京帝国大学においてすら、夏用と冬用の制服を揃えていた学生は、少なかったと10回する。帝大の卒業式には、 天皇が行幸するため、学生は制服を着用した清掃でこれを送迎していたが、当時の卒業式は真夏の7月に行われたため、夏服を持たない多くの学生は黒い冬服のまま参加せねばならず、彼らは冗談交じりに、忠義とは熱いものだというフレーズを作った。丹山自身も洋服の苦面に苦労したらしく、早稲が大学卒業式の際、冬服しかない彼は、 知人から借り受けた夏服を着て臨んだが、シャツはなく、素肌の上から直に上着を着ていたため、夜の宴会場にて、周囲から暑いので、脱げと言われて困ったことを記している。東京不立後中の背広型制服、大正中期頃より、モダニズムの波が広がり、また、第一次世界大戦の影響により、日本への需要が急増して思わぬ後継気となった、こともあって、 それまで贅沢品扱いであった洋服が普及し始め、それとともに学生服も全国的に普及していくこととなる。中には当時としては珍しい背広型の制服が定められた学校もある。昭和10年代になると次第に戦時色が濃くなり、1940年11月には国民服令が交付され国民服が誕生した。 昭和17年からはこの国民服が全国共通の通学服として用いられることになり、従来の学生服は徐々に姿を消していった。1943年10月21日、明治神宮外苑競技場にて学徒出陣総公会が行われ、学生服に身を包んだ学生2万5千人が送り出され、戦地に赴いた。1945年の終戦直後は、 社会の混乱により、服装を気にする余裕もない人たちが多かったため、学校へ通う人の服装はまちまちであった。戦後日本を占領、間接統治した連合国軍総司令部は、日本の学校教育から軍国主義の払拭を図り、教育直後の廃止や、中東教育における三原則の推進など数々の改革を行ったが、学生や、 生徒の服装についてまでは介入しなかったために、爪襟り学生服は戦後も日本の学校教育の中に生き延びることになる。戦後の復興が進むにつれて、学生や生徒の服装も再び学生服へと戻っていった。1950年代頃まで大学生の一般的な服装は学生服であったが、1960年代に入ると、 上着は学生服に対して、下は黒色以外の好きな色のスラックスを履くという、崩したスタイルが見られ始め、さらに大学生のスタイルの多種多様化により、学生服離れが加速し、1960年代末にはかなり少数派となった。現在、大学生で学生服を着用しているのは応援団と一部の体育会計など限られた人のみである。1963年、 船木和夫が学生服姿で歌う高校3年生が大ヒット。その後数曲の衣装は学生袋線であった。1960年以降、学生服を着用しない大学生が次第に増加するようになった頃、中学校や高校の中でも今までの一般的な学生服にはない個性や自己主張を盛り込みつつ、規定の路線から踏み外したデザインを求める動きが一部で、 現れを始めた。この頃はまだ上着の改造はほとんど見られないが、1960年代にはラッパズボンと呼ばれる裾が大きく広がったズボンやマンボズボン、スカマンと呼ばれる逆に裾を細く絞り込んだズボンが一部の不良の間で着用されていた。1967年以降に全国で起きた学園紛争の影響で中学、高校生に服装や 当発自由化の運動が起こり制服廃止の流れが起こった。ただし60年安保闘争の映像を見ると全学連の学生の多くは学生服姿であり70年代初頭まではデモの隊列の中に学生服姿が必ず存在していた。大学での学生運動においては学生服反対というような風潮はなかったのはすでに学生服は着用が義務とされる。 制服ではなかったからであろう。また、学生服を着たきりにするというのは当時は安上がりな方法であったことも影響している。確認されている限りでは1960年代後期以降、演舞の際に上着の裾が乱れることを嫌った一部の大学応援団において合わせが深く長めの学生服と動きやすい腰回りが、 太めのズボンをあつらえて着用するということが始まり、この流行は応援団員の持つ硬派なイメージとともに、芝叩く間に全国に広がった。いわゆる、長ンタンと呼ばれる、変形の代表的なスタイルの誕生である。1970年代中期以降、校内暴力が社会問題化するなど、あれが深刻化していた頃、長 乱ンボンタンスタイルは突っ張りを象徴する制服として、生徒の不良化の兆候であるとみなされた。1979年12月7日放送の3年、B 組、金八先生第一シリーズ第7回では、学ラン長覧大混乱というタイトルで、長覧にスポットライトを当てた話が放映された通り、このごろ変形学生服が広まっていった。そこで、各学生服メーカーは、 一般的な学生服と変形学生服との明確化のため、認証マーク制度を1980年に発足させて対応した。日本被服工業組合連合会は、公立中学校に対して学生服に関するアンケートを行い、2503校から回答を得て、その結果を集約、分析した上で基準を制定し、1982年に、 標準型学生服認定基準として全国統一基準認証制度を発足させ現在でも継続している。1980年代中盤は変形学生服の前世時代でつっぱり以外の一般の学生も好んで普通に着用していた地域や学校も少なくない。B、バップハイスクールを代表とするつっぱり系漫画やドラマの影響やそれによる 変形学生服に対する憧れ学生服に対するファッション意識の高さ等があった。1980年代後半より変形学生服対策といった学校側の理由や学生服メーカーの方向性変化における学校制服タイアップ活動などの理由により女子制服のブレザー化に合わせブレザー型などへモデルチェンジが始まり爪襟入りの学生服を採用する学校が 減少していった。1980年代においても一部の大学にて学生服を着用指定するケースが存在していたが該当する人たちからは敬遠される服装となっていた。1990年代中盤以降はなどの理由により全般的に変形学生服を着用する学生も減少し標準型を着用する学生が大多数となった。 2000年代にロックグループの騎士団が変形学生服姿でパフォーマンスを行い、変形学生服にもめが向けられたが、一般に普及するというよりは、熱狂的なファンがコスプレのために変形学生服を着用するといったことに留まった。また、2000年代の学園ドラマ、極戦では主な登場人物でセミタンに、 ストレートのスラックスを着用していると推測されるが、ほとんど注目されなかった。むしろ学生服の上着のボタンを止めずに、ブレザーのように襟元を広く見せるように着こなし、中に着るカッターシャツ、T シャツトレーナーパーカーなどのインナーウェアや、髪型、身に着けるアクセサリーといった、別の部分のファッションにこだわる様子が描かれている。2010年代に入って、制服の着崩しは、 ちょい緩めが流行してきた。下着が見えるほどの腰パンではなく、また上の浅いズボンと見間違う程度のちょい下げやシャツの襟元を第2ボタンまで開けるなど、今の特徴はさりげないオシャレだという。なお、中学2年男子は金髪ボンタンズボンそんなにいないし、やったら笑われると話し、40代教員は突っ張りやルーズソックスなど、 派手な格好はなくなった。飛行や反抗という意味でも、ファッションという面でも、あまり自己主張しなくなったという声が紹介されている。古くは、旧制高等学校を中心に番からを象徴する、スタイルとして、聖望や学生服、マントなどを恋に破ったり、油や、牢を塗って不潔にする、光沢を出すなど、粗末なもの、ボロいものを好んで着用する。 ハ波ヘイと呼ばれる文化が存在した。これは当時のエディート階級である高校生が人間の価値は外見ではなく中身であるというテーゼを主張するためにいったデモンストレーションの一種であると考えられる。こうした傾向は進学成績などが優秀でプライドの高い一流校ほど顕著であり、現在でも一部の旧ナンバースクールなどでは伝統として受け継がれている例も見られる。 また、昭和30年代以前の学生服に、既製品は少なく、基本的に全てオーダーメイドであり、標準があったといった統一基準もなかったため、下手屋や個人の好みによって、一般的な学生服のデザインにある程度の、個性的なデザインを追加することもすでに一部では、行われていたようである。こうした、変形制服の歴史は、戦前の職業軍人たちの間にも見られ、 特に対象から、昭和初期の青年商工文化華やかり史時代には、軍機に定触しない、範囲内で副次の色調や品質、ディテールやシルエットの優美さなどを競い合っていたと言われている。それらの流れが廃線を挟んで、昭和30年代以降加速し、一部の浮上等に着用されたラッパズボン、マンボズボン、スカマン等の個性の強い改造、変形学生服につながったと言える。 大まかに変形学生服の流行の変遷をたどるならば、上着に,においては1970年代が長乱にハイウエスト土管、1980年代前半がセミタンにボンタン、1980年代後半1990年代が極端にボンタン、1990年代中盤中乱にスケーターであり、現在の流行はタンブレにスケーターであるとされている。 言うまでもなく、一つの傾向であり、これとは異なる流行の変遷があった地域も多い。なお、1981年発売の横浜銀梅によるセカンドシングル、つっぱりハイスクールロックンロールで、洋蘭、ドカン、という歌詞があることから、この当時でもランに、ドカンのスタイルが、つっぱりの間で一定の人気を得ていたことが推測できる。しかし、 俺たちの好きなビバップハイスクール、突っ張り青春漫画の傑作と80年代ヤンキー伝説を参照すると、古くは70年代の花の応援団で描かれる異常に竹の長い長蘭は男の証だったが、実際にこれを着ていたのは本当に応援団ぐらいのものであった。ビバップ世代である80年代、ヤンキーマインドにヒットしたのは中蘭か短蘭であるとされている。ただし、 ビバップイコールハイスクールの主人公二人は、トールが丈90センチメートルの長乱、ヒロシが丈60センチメートル前、ボタン四つのコンポラであって、新兵の長乱に対し、当時、かなり憧れる奴も多かったという文言もあり1980年代に、完全に長乱が衰退したわけではないものと推測される。ズボンについては、80年代の主流の筆頭は、やはりボンタンだろう。 渡りと言われる太ももの部分が太くなっており、これで裾が絞ってあれば、ボンタンスリム、通称、ボンスリとなる。ヤンキーズボンは流行の変遷こそあれ種類は豊富で、古き伝統を持つ、ドカン、膝を太くしたバナナなどがあったが、当時のヤンキー人気はボンタンから、ボンスリへと向かっていた。渡りは、どんどん太く、裾は、ますます細くなったとされている。 ここでは、1980年代は、ボンタンの交流が懐術されている。しかし、ここで紹介されるヒロシやトールのズボンは渡り38センチメートル、素25から26センチメートルと、それほど変形度の強いボンタンではない。また、1988年9月後から連載が開始された漫画、今日から俺は、において、三橋隆が、単乱、ボンタン、 相棒の伊藤真嗣が、長蘭土館という対照的な出立ちで登場するように、1980年代後半は流行の移行期に当たるとも考えられる。一方で、湘南地方の高校付近を実地調査したところ、淡々と細身のズボンが主流と述べる記事もあったように、地域差等もあって断定することは難しい。1990年代中盤以降、 脱変形学生服科が進む中でも爪襟のホックや、ボタンをかけずに胸筋を開けたままにしたり、交渉や名札を装着しなかったり、BK ブームの影響などもあり腰パンスタイルや、標準型の中でもサイズの大きなスラックスを選ぶなど、軽微な、気崩しを行う学生は、一般的に存在する。なお腰パン等によって、そう引きずることにより摩耗が生じほころばせた状態を、裾ボぼろとも呼ぶ。 腰パンをしていても、ルーズな印象を好む者は、積極的に裾を引きずって、裾ぼろにする者がいる一方で、歩きにくいなどの理由により裾を安全ピンなどで止めることによって損傷させない者もいる。変形学生服の文化は、時代による学生服の一定の方に対し、これを逆手にとってあえてその方を崩す流れとして捉えることができる。ベクトルは時代によって様々だが、 型を崩すことによる自己主張は時代を超えて受け継がれている。喫煙や飲酒などと同様に規則に縛られることから逃避したいという思春期の犯行の一種であるが、犯行といった要素よりファッション性や楽な格好を求めただけの場合もある。いずれにしろ拘束違反がなされることが多い領域であり、学校側と生徒側の間で緊張関係を生じうる。 服装検査がいつ行われるか、抜き打ちで行われるか、どれくらい厳密に行われるか、違反が見つかった場合は没収されるか注意で済むのか、どうかなどは、変形学生服を着る学生にとって、緊張の種である。隠しポケットや、チェンジフラップのように教師の目を欺くような装飾も、あり、また普段は、変形学生服を着ていても、服装検査の時だけ標準型を着用したり、 教師の目の及ばない峠工事のみは、変形学生服を着たり、教師の目に触れる際は、渡り金を細く見せたりなど、学校側と生徒側の緊張関係から派生して様々な技術が生まれた。この緊張関係は、逆説的に新たな文化を生み出すきっかけとなっている。また、学校や部活によっては、先輩から後輩へと受け継がれる変形学生服もある。 変形学生服に対する憧れを抱くきっかけも、漫画やドラマといったメディアの影響力が大きい一方で、身近な先輩の影響力も大きい。その反面、上級生以上の過激な変形学生服を着用することは、上級生の反感を買うため、裏高速と呼ばれるような暗黙のルールで禁止されていることもある。いずれにしても、学生服文化は、上級生、 下級生の関係性に影響を受けている。同級生との関係でも、同調圧力や仲間意識など、クラス内の文化にも影響を受けるケースもある。さらに、変形学生服前世時代に、それを愛用していた学生が親となり、その子供が通う中学校や高校の制服が学生服指定の場合、懐かしさから変形学生服を子供に勧めていることも一部にあり。 文化が伝達されているケースもある。この逆に親の嫌がる服を着ることは、この犯行の一形態であり、変形学生服を着用することは、親の目を意識することもある。さらに、兄のお下がりの学生服を着たり、兄の影響で弟が変形学生服を好むようになるなど、学生服文化は、家族関係にも影響を受けているケースもある。 制服を着崩す生徒の心理については、服装の乱れ、服装の乱れに至る生徒の心理を参照。その一方で、もともと変形学生服文化のない学校や地域もあったり、前述のような理由で変形学生服文化が廃れたりするケースもある。ボタンには特別な意味付けがなされていることもあり、卒業式の日に女子が好意を持つ男子の第二ボタンをもらう風習が古くから行われてきた。 なぜ第二ボタンかは小説をもとに広まった心臓に最も近い部分だから当初説ある。また普段第二ボタンを開けたままにしていることは恋人募集中などといった意味が付されることも一部地域ではある。NHK による調査編集1980年代に変形学生服の文化が学生間にどれだけ根付いていたかを示す調査結果として NHK が1982年に行った生徒調査がある。調査方法は、標本調査方式で全国12から18歳の男女3600人を2段、無作為抽出し、個人面接法を行った。有効回答3465人、うち中高生は3112人。集計は中高生に限定し、 視点ごとのの中高生の人口構成比を考慮した、ウェイト集計。質問内容として、あなたの学校にはカードに書いてあるような生徒はいると思いますかあなたが見たり聞いたりしたものをいくつでも答えてくださいという問いがあり、カードには全部で14個の飛行が並んでいる。友達と酒を飲む生徒、タバコを吸う生徒、シンナーを吸う生徒、万引きをする生徒、先生を殴った。 生徒、学校の規則に合わない服装をする生徒、学校の規則に合わない髪型をする生徒、オートバイバイクで問題を起こした生徒、口紅やマニキュアをつける生徒、パーマをかける生徒、学校をサボって、ブラブラしている生徒、家出をした生徒、妊娠した生徒である。そして、この中に見聞きしたものはないという項目があり、そこから選択する。わからない。 無回答という統計項目もある。そのうち、学校の規則に合わない服装をする生徒の項目は、全体で79.6%が選択をした。約8割の生徒が、規則違反の服装を検分していることになる。ここで、学校の規則に合わない服装が、直ちに変形学生服を示すわけではないが、実態として該当するものが、 変形学生服と捉えられるので、以下ではその意で扱うとすれば、約8割のものがそれを校内で見聞きしており、変形学生服の文化が生徒の間にかなり身近にあったことを示唆している。カードに書かれている各種、飛行のうち、男子全体では、学校の規則に合わない服装を見分する生徒が、最も大きな値を示している。中学生男子でもトップで、高校生男子では、 タバコを吸う生徒の91.4%に次いで任意であり、他の飛行と比べても制服の変形化が一般的に浸透していたことを示している。別の質問内容として、では、カードの中であなたがやってみたいと思ったり、やったことがあるものがあれば、いくつでもあげてくださいという問いがあり、カードに全問に類似した13個の飛行項目が並んでいる。友達と酒を飲む。 タバコを吸う、シンナーを吸う、万引きをする、学校のものを壊す、学校の規則に合わない服装をする、学校の規則に合わない髪型をする、オートバイバイクに乗る、口紅やマニキュアをつける、パーマをかける、学校をサボってブラブラする、家出をする、着せる乗車など不正乗車をするである。そして、この中にやってみたいことや、やったことはないという項目があり、そこから選択する。 わからない、無回答という統計項目もある。そのうち、学校の規則に合わない服装をするの項目は、全体で23.7%である。他の飛行項目と比べた場合、中学生男子で、オートバイ、バイクに乗るの19.2%についで2位、高校生男子で、友達と酒を飲むの52.7%、オートバイ、バイクに乗るの48.2%についで3位と、 なっており、同4位は、タバコを吸うの33.9%である。男子全体で、学校の規則に合わない服装をするへ実に4人に1人が、施行している。このように、本人の意欲や、実際の行動としての問いでも、大きな値を示している。他の、非行と比較しても、大きな値を示しており、ヤンキー、突っ張り以外の、 一般の生徒であっても強く、変形学生服への移行があったことが推測される。特に、高校生男子で突出して高く、中学生男子の2倍近くの約4割の生徒が志向している。高校生男子における、変形学生服着用や、変形学生服への移行が、ヤンキー、突っ張りにとどまらず、一般の生徒であっても、かなりの割合で、 通友のものであったことを伺わせる。女子の場合は、服装とともに髪型の方にも強い興味を持っていた。学校の規則に合わない服装をする生徒を見分する者は。ものは男女同率に対して、学校の規則に合わない髪型をする生徒を見分する者は。ものは全体で71.9%。学校の規則に合わない髪型をするの意向を持つ、行動するものの項目は、 全体で20.3%と、いずれも女子の方が多い傾向が出ていた。男女を比較するならば、女子が髪型と制服いずれも規則外のものに思行させていたのに対し、男子はとりわけ変形制服文化の熱気の強さと深さが指摘できる。上述したでは、カードの中であなたがやってみたいと思ったり、やったことがあるものがあれば、いくつでも上げてくださいという質問への、 学年別回答の詳細値も発表されており、学校の規則に合わない服装をするの項目は、中学1年生6.5%、中学2年生18.0%、中学3年生24.2%、高校1年生26.6%、高校2年生35.9%、高校3年生36.9%となっている。ここからは、 学年が進むにつれて、より強く試行される傾向が明らかになるが、とりわけ中学1年生から中学2年生、高校1年生から高校2年生で、特に強い伸びを示している。その理由として、入学から1年が経過し、学校文化にも適応し、変形学生服を志す余裕ができたこと、後輩ができたことによって、より格好良い自分を演じたくなること、そして、 裏高速で案に1年生が変形学生服を着用することが忌避されている場合、新級でそれがなくなったことなどが考えられる要因として挙げられる。これに対し中学3年生から高校1年生への伸びは鈍化している。いわゆる高校デビューと言われるような新しい環境に入る高校入学を機に変形学生服の着用を。 志す生徒は少ない傾向と一見捉えることもできるが、学校の規則に合わない服装をするという設問である。ため、中学よりも高校で学校の規則が緩くなっているケースも存在し、その影響で数値が低くなっている可能性があり、変形学生服を試行するようになっても、高校の規則で認められていれば、本門に肯定回答として現れていない可能性がある。 なおこの調査は個人面接法で行われたため、蒸気質問のような反社会的質問への肯定割合は実際よりも低く出ると推測され、上述した以上に1982年時点で変形学生服の文化がかなり一般的に広まっていたものと考えられる。京都府総合教育センターによる調査、編集また、 京都府総合教育センターが1982年及び1983年に発表した子供の生活意識と行動に関する研究調査第1年次まとめ及び子供の生活意識と行動に関する研究調査第1年次まとめにおいては中学2年生及び高校2年生の変形学生服など各種問題行動への意識、経験が調査されている。 この調査では、調査項目では、制服の変形への意識、経験が質問されているが、変形学生服の着用と同じ意味と捉えて、差し支えないと考えられる。まず、制服の変形をやってみたいと思うか、という質問に対して、自分もぜひやってみたい及び、やってみたいと思う時があると回答しており、合わせて、中学2年生で53.6%、 高校2年生で60.0%の生徒が制服の変形をやってみたいと回答している。このように半数を超える生徒が制服の変形欲求を持っていたことから制服の変形が中高生において身近に憧れるものであったことが明らかとなり、高校ではより強く多くのものが衝動されることを示している。なお、パーマ、先発をやってみたいと思うかという質問に対して、 自分もぜひやってみたい及び、やってみたいと思う時があると回答しており、合わせて中学2年生で33.1%、高校2年生で64.5%の生徒が、パーマ、先発をやってみたいと回答している。この結果は、生徒にとって制服の変形と同様に、パーマ、先発も身近であったことを示しているが、中学2年生では制服の変形が、パーマ、 先発を上回っている一方で、高校生では、パーマ、先発が制服の変形を逆転して多くなっていることは興味深い。また、問題行動傾向の有無によっても、制服の変形への意識の強さの差異が見られる。自分もぜひやってみたいで顕著で、問題行動傾向があるものにとって、とりわけ、制服の変形欲求が強い傾向がある。 ただし、やってみたいと思う時もあるでは、問題行動のないものも、かなりの割合で、制服の変形欲求を持っていることを表している。このことから、問題行動傾向のあるもの、言い換えれば不良文化と、制服の変形は、親和性があるものの、問題行動のないものでも、一定の割合で、制服の変形欲求を持っていたことがわかる。次に、制服の変形の実行経験については、 中学2年生で、よくやったが8.9%、時々が10.8%、1から2回が8.4%であり、合計28.1%もの生徒が実際に、経験している。高校2年生では、よくやったが17.3%、時々が15.3%、1から2回が11.2%であり、合計43.7%もの生徒が実際に、 経験している。中学2年生で4分の1強、高校2年生で半数弱の生徒が制服の変形を経験していることは、制服の変形が実際にもかなり行われていたことを表している。意識と同様に、高校でより多くのものに制服の変形は行われており、意識との乖離が少なくなっていることから、中学では何らかの要因でやりたくても行えなかったものでも、 あるいは口実するように強くやりたいと思わないものでも、高校では制服の変形が浸透していることが伺える。意識との関連も強く、自分もぜひやってみたいと回答したもののうち、中学2年生で75.6%、高校2年生で82.4%が実際に実行している。一方で、やってみたいと思う時もあると回答したもので、実行したものは、 中学2年生で37.3%、高校2年生で54.2%となっている。また、やろうと思わないと回答したものでも、少数ながら、中学2年生で6.1%、高校2年生で15.4%が実際に実行している。この結果からは、制服の変形を、中学2年生では、自分もぜひやってみたいと強い意識を持っているものが、 中心の文化であったが、高校2年生では、やってみたいと思う時もあるでも実行したものが、半数を超え、やろうと思わないという意識を持つものまで一部やるようになるという傾向が見て取れ、中学から高校にかけて、より広範な範囲に、制服の変形文化が根付くようになることが示唆される。なお、先発、パーマの実行経験については、中学2年生で、 よくやったが1.8%、時々が1.5%、1から2回が4.5%であり、合計7.7%の生徒が実際に経験しているに過ぎない。高校2年生では、よくやったが5.3%、時々が6.9%、1から2回が17.0%であり、合計29.2%の生徒が実際に経験している。 意識では前述のように、高校2年生において、先発、パーマが制服の変形を抜いていたが、行動では制服の変形が先発、パーマを上回っている。この結果から、先発、パーマは、高校2年生において、意識が増大するものの実際には、行動に移さない一方で、制服の変形は、中学生から意識があり、実際にも、 比較的実行に移しやすい状況にあったことがわかる。ここからは、先発、パーマに比べ、制服の変形に対して、社会的寛容性があったと推測される。また、制服の変形の経験のないものに対し、しない理由を質問したところ、しても意味がないからが、中高とも最も多く、ついで中高とも、学校の決まりだから、中学2年生では次に、制服を着るのが当然だから、 高校2年生では、格好が悪いからが挙げられている。中学生から高校生にかけて、しても意味がないからが増加し、学校の決まりだから、制服を着るのが当然だからが減少している結果に、対して、国立教育研究所内校内暴力問題研究会は、社会的しきたりのレベルに属する理由付けから、自律的な理由付けに移行したものであり、 道徳的判断における多律から自立への一応の発達を示すものであると分析している。その他の理由では、親に注意されるから、先生に注意されるからにおいても、中学から高校に減少しており、これは親や教師の変形の制服を抑止する効果が薄くなっているか、そもそも変形学制服の着用に対して注意をしなくなる可能性があることを示している。 一方で、しても意味がないからが大多数を占め、これが高校生で増大することからは、外部の締め付けより、自らの意思が変形学生服の着用に影響を与えており、この傾向は高校生でさらに大きくなる傾向にあることを伺わせる。朝日新聞社による調査、編集、朝日新聞社が2016年に111の公立中学校の制服価格を調査したところ、 学校により最大で2倍を超える価格差が判明した。要因として1990年代以降から、公立校が特色づくりとして制服のデザインを多様化させたことにより、多品種少量の生産に対応できない、零細企業が淘汰され、観光学生服、赤紙被服工業、トンボなどの大手による河川が進み、価格競争が起きないことが原因であるという。 また一部地域では大手によるほぼ同一価格に一斉値上げなどカルテルが伺われる行為が確認されている。価格の高騰に関連し保護者の負担が増していることから学校が中古が入手できるバザーを紹介しているほか中古の学生服を取り扱う専門店が増えているというかつてあまり豊かでなかった時代は制服、聖を、下級生や弟にお下がりをした。 古いものや大秀才あるいは何年も留年したものの、お古は白がつくと陳調されたこともある。また社会人になっても、自分の金で背広を買うまで学生服を仕事場で使用している場合も多かった。海軍少佐、南郷茂章は学習院出身で制服を改造して軍服に仕立ていたこともあった。現在でも、前日のように、先輩、後輩、仲間内で受け継がれたり、 売買されることがある。特に体型が標準サイズではないために特注された制服は受け継がれることが多い。ネットが普及してからはネットオークションやネット販売にて中古品が取引されている。さらに学校や地域がリユースを推進しているところでは学校行事、バザー、リサイクルセンター、リサイクルショップなどで無料安価にて取引されている。 ただし、再利用といった目的以外に収集化による収集の目的にも利用されている。素材がポリエステル製のものも多いが、それらの素材はリサイクルすることが可能なので、一部においてリサイクルのシステムが構築されている。日本国外で過去に日本式の詰めり学生服が男子学生の制服として採用されていたのは、その影響を受けた韓国。 大陸時代の中華民国などであった。日本被服工業組合連合会の標準型学生服認定基準を満たし、認証された学生服は標準型学生服となり、認証マークが添付される。標準型学生服は略して、標準、標準型、標準服と言われる。なお、この項では便宜上その故障を標準型学生服、または 標準型に統一する。標準型学生服認定基準により、表示基準サイズ1 7 0トル得体。標準型学生服認定基準により、標準型学生服認証マークのつかない学生服は、一般的に変形学生服と呼称されることが多い。他に、ファッション学生服、学ラン、改造学生服、学ラン、特殊学生服、学ラン、 カスタム学生服、学ラン、デザイン学生服、学ラン、おしゃれ学生服、学ランなどと呼称される。また、前述のように学校の服装規定に違反することも多いため、違反服、違反学生服とも呼称される。なお、この校では便宜上その故障を、変形学生服、または、変形に統一する。記載されている数値は表示の基準となっている。 M サイズのもの、また着丈は背面の襟の付け根から裾までの長さを言う。分類細部の形態記載されている数値は表示の基準となっている M サイズのもの分類細部の形態。ありがとうございます。